るでしょ。聞いたことあるんですか。言いたいことですか。お前言いたいことあるんじゃないですか。199言った。何がいいかな。予報士としての何ですかね、お悩み的なものとか、個人的に状況が変わって、なんかいろいろあるじゃないですか。実際ですね。分かりやすさっていうのがあったので伝えるっていうのと、防災っていう意味で科学的にどこまで進んでいくか分からないけど悪めの予想を出す、はい、その観点で1つは客観的に国家を開発してどうなりそうかっていういわゆるベストのシナリオを選ぶ、はいはい、その中で、多分娘さんがいろいろ葛藤してきたので、そこをどう思うかって聞きたい。スピード感とか、それに命を守るってことです。命を真ん中に置くと、スピードです。Thank you.
やばい、もうやばいじゃん、めっちゃ
やった後すごい後悔してる。しょうもない動画撮っちゃった。すごい。さすが皇太子。
全部分かってくれればね、全然出すからそもそも間違いで、ちょっとやるんですか、今日は。Thank you.